ショーン・コネリー、サー・アトマス・ショーン・コネリー、1930年8月25日隊は、スコットランド出身の元映画俳優。007シリーズの初代ジェームズ・ボンド役で有名。交渉身長188センチメートル。スコットランドエディンバラで、アイルランド系の家庭に、職工・トラック運転手の父・ジョセフと、洗濯女の母、ユーフェミアのとの間に生まれる。 先祖の地はアイルランド東部エックスフォード州。義務教育終了後最初に得た仕事は牛乳配達であった。その後イギリス海軍に従軍するも健康上の理由で除隊し、トラック運転手、労働者、美術モデルやライフガードなど主事の仕事をしながらリビルジムに通う。1953年にはミスターユニバースコンテストの重量上げ部門で3位。 入賞したが、その時に出場者の一人に演技の道に進むように進められる。1954年からテレビや劇団に出演するようになる。スコットランド人としての教授が強く、その独特なアクセントを強制したことは一度もなく、ジェームズ・ボンド役を引き受ける際もアクセントを強制しないことを絶対条件とした。このため、ボンドは原作において、 スコットランド出身という設定が付け加えられた。ボンド以外の役柄もスコットランド出身という設定に変更したものが多い。風とライオン島。1961年、ジェームズ・ボンド役としてイオンプロと5本の作品に出演する契約を交わし、翌1962年の007ドクターノーで知名度は世界的に上昇した。 5作出演の契約遂行後も2度の帰り先で計7本の作品でボンド役を務める。自己紹介のセリフ、ザ・ネームズ・ボンド、ジェームズ・ボンドを初めて使い、以来2作を除く、前作で使われるようにした、超本人でもある。ボンド、あるいはボンドのパロディ的役どころを演じることには、積極的であるが、プロデューサーであるアルバート・アール・ブロッコリーやはりサルツマンとの中はかんばしくなく、 シリーズへの復帰には消極的であった。ネバーセイネバーアゲインは彼らの干渉を受けずに自ら制作した作品である。直接の公認俳優の一人、ロジャーム・ウーアとは無名時代からの友人であり、共に共演を望んだほどの仲良しである。歴代のジェームズ・ボンド俳優では一度引退して二度、ジェームズ・ボンド役に復帰している。これは2016年現在ショーン・コネリーのみである。 零零七交番後も様々なジャンルの映画に出演し、1987年にはアンタッチャブルでアカデミー助演男優賞を受賞。1998年にブロードウェイでお製作し、トニー賞演劇作品賞を受賞。2000年にイギリスのエリザベス2世女王からナイトの称号を与えられたが、スコットランドの分離独立を主張する。 スコットランド国民党の熱烈な支持者でもある。授与式には民族衣装をキルトで清掃して現れた。なお、彼は、スコットランドが独立するまで私は、死んでもスコットランドに帰らないとまで明言している。2006年に、アメリカ映画協会、AFI、アメリカンフィルムインスティチュートの生涯功労賞を受賞したのを機に、俳優業引退を宣言した。2008年、 78歳の誕生日にエディンバラ国際ブックフェスティバルで辞令を発表し、発表会見にはスコットランド国民党のアレックス・サモンド党首も出席した。2010年007スカイホールで監督サム・メンデスは当初金景度役にコネリーを考えていたが実現はしなかった。年に女優のダイアンシレンジアネ・シレンと結婚し、 息子のジェイソン・コネリー、後に俳優となるを設けるが、1973年に離婚。1975年には、フランス人アーティストのミシェリーのロークブルーンと再婚している。1965年のプレボのインタビューで、女性を殴るのは別に悪いとは思わないと発言し、試練とへの暴力疑惑が起こるが、コネリーはこれを否定した。試練とは、 この件に関して沈黙を守ってきたが2005年になって翌年出版の事前の中で11年間の結婚期間中肉体的精神的に虐待されてきたと暴露した1965年にはアルメニアで撮影中現地の結婚式に招かれ寄って帰ったところを先に帰っていた夫に殴られたと言う2008年シレントはコネリーが 一人息子のジェイソンに対して自立して生計を立てるよう8500万ポンドの財産のうち1ペニータリとも相続させないと言ったと語った。しかし、コネリーはこれを否定し、息子との関係は良好であると語り、暴力疑惑についても争う用意があることを明らかにした。また、離婚した際にジェイソン及びシレントの娘の教育費として8万5000ポンドの財産を 儲けたが、今日では当然もっと増えているはずだと主張した。ジェイソン本人も、父は、暴君ではなく、父が稼いだ金をどうしようと、父次第だと述べた。しかし、資源とはコネリーが34歳の時、セラピーで、当時は合法だった LSD を使い、それが虐待を引き起こしたと主張した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。